どうも、チカリータ TV の田代チカラです。今回なんですけど、今日は朝からビザの更新に行ってきて、最初に行ったところで簡単な健康診断みたいなことをやって、でその後イミグレーションに行ってビザの発行するっていう流れだったんですけど、今回はその様子を見ていただければと思います。どうぞ。はい、ということで最初に病院じゃないと思うんですけど、なんかそういう健康診断をする施設に行って、最初に簡単な質問を何個かされて、その後に採血をして、で次に胸のレントゲンですね、それを取って、でなんか最後これぐらいのちっちゃいカードをもらって、そこにおそらくこの人は健康的に問題ないですよっていうカードなんですけど、それをもらってビザを発行するのに必要な書類とかもそこで揃えて、その後イミグレーションに行ったんですけど、今日が7月23日の金曜日なんですけど、イミグレーションが閉まってて、なのでその書類を持ってチームのスタッフが月曜日にまた行ってくれるっていうことなので、なのでチームのスタッフにパスポートもその書類も全部預けて、多分本人がいなくてもそれでビザの発行っていうのはできるみたいです。ということで今日中にビザが完成するっていうことはなかったんですけど、一応そういう感じで今回はビザの申請に行ってきた映像をまとめさせていただきました。で今回スリランカに1月に入国してから半年間、そういうビザの部分どういう風にしたかっていうと、まず入国してパスポートに1ヶ月滞在可能なシールみたいなのを貼られて、でその次に2ヶ月延長のちっちゃいビザみたいなをパスポートに貼られて、で次に3ヶ月有効のパスポート1ページ分使う顔写真入りのビザを貼られて、で今回の手続きで今度は半年間そこから延長できるっていうことで、スリランカで1年間滞在するためのビザをそういう感じで更新していったんですけど、最初の1ヶ月はパスポートに空港で貼ってもらうやつで OK で、その次2ヶ月の延長、3ヶ月の延長っていうのはクラブのスタッフが用意してくれた紙に名前だったりパスポートナンバーだったりそういう必要事項を記入して、スタッフにパスポートを預けてイミグレーションの方に持ってってもらって発行してもらったっていう感じで、今回半年間の延長の時に初めて僕自身もそういう施設に行って健康診断を受けてビザを延長するという感じでした。多分どういう目的でこの国に来てるかっていうことでこのビザの取得の仕方も変わってくるとは思うんですけど、僕みたいにサッカーをしにこうやって来た選手に関してはクラブの方がそういう風に書類を用意してくれたり、いろいろとサポートしてくれるっていうのがほとんどなのかなと思います。僕自身英語はあんまり得意じゃないんですけど、やっぱりそういうところに行っていろいろと説明を受ける時っていうのはほとんどが英語なので、もうちょっと英語を勉強して理解をしていかないといけないなっていうのは今回すごく感じました。同じチームメイトだったりチームのスタッフがこうやってついてきてくれるんだったら全然どうにかなりますけど、もし自分一人でそういうのを全部やらなきゃいけないってなったらもっと大変だと思うので、まあ、やっぱり英語ですね。英語をもっと勉強します。でもし海外で生活するとかそういう風なことを考えている人はやっぱり英語は学んでおいても全然損はしないかなと思います。多分動画のタイトルがビザの更新をしてきましたっていう感じになってると思うんですけど、実際この撮影をしている時点でビザの更新っていうのは完了してないんですが、一応こんな感じで海外で生活するのに必要なビザの更新をしてきましたっていう報告の動画でした。
チームの練習の方も再開して毎日充実した日々を過ごせているので引き続き頑張っていきたいと思います。今回も最後まで見ていただきありがとうございます。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。それでは。These roads intersect on each one of